2月8日月曜日の風邪引き予報をお届けします。まずは乾燥指数をご覧ください。特に北日本や東日本など晴れる地域、こちらはカラカラ、超カラカラというところが多くなっていますね。空気の乾燥に注意が必要となりそうです。そして風邪予防指数もご覧ください。こちらは気温や湿度などのデータから4つのランクで表しているものです。明日8日月曜日は警戒というところ非常に多くなっていますね。いつも以上に手洗いを心がけるなど、対策は万全にしてお過ごしください。風邪引き予報をお届けしました。